ちは、有田匠と言います。フレスコ画を中心に制作しております。かれこれ40年近くフレスコ画を描いております。2年、あまりそのコロナ禍の中、あまりこう展覧会に行くことも少なくなりまして、このアトリエに困ってひたすらフレスコ画を描く日々です。フレスコ日々の毎日です。フレスコ画は漆喰の壁に描くんで、中世の頃ペストが流行した時にですね、庶民は教会に逃げ込んだんですね。漆喰はそういうウイルスとかですね、そういうのを防ぐ作用があって、画家もそこにこもって新しい教会に作品をたくさん残しております。ぜひ見てください。フレスコ画について簡単にご説明いたします。フレスコ画は紀元前からある壁に、漆喰の壁に描く技法なんですけども、ルネサンスで、花開いて現代に伝わっております。漆喰の壁は砂と石灰を混ぜて、作ります。それを壁に塗って、その壁が乾かないうちに、描く技法です。顔料を水だけで溶いて描きます。で、壁が乾いたら描きませんので、大体1日8時間長くても10時間ぐらいしか描けません。それでかなり忙しいんですけども、計画的なプランを立てて一気に仕上げていきます。で、そして壁はに描いた作品はですね、移動できませんので、私の場合は表面を薄く剥ぐストラップと言いますけども、その技法で画面に寒冷紗を接着して薄く剥いで、それをキャンバスに移して作品として額に入れて発表しております。で、その作品がですね、4月の日本橋の丸善、書店でですね、商品を中心にした個展があります。で、また3月には白日会という団体に出品しておりますので、東京、名古屋、大阪と巡回します。ぜひ見てください。よろしくお願いいたします。